こんにちは。メリーランド、バージニア、ワシントン DC 地域の医療未遂専門法律事務所、フォートナー&シュアのパラリーガル、キム・シヒと申します。成功的ながん治療のために、時間はとても大事な要素であります。病気が進化して、患者の命を脅かす前に、それを発見し、診断を受け、状態を治療するのはとても大事なことです。患者の治療のためには、早期の発見がとても決定的であるにもかかわらず、多くの患者は医療ミスが原因でこのように大切な時期を逃したりもします。このような間違いは、医者の診察が定義された標準的な設備の基準に満たさない時に発生し、医者が間違って適切な時期に診断をしなかったり、不正確な診断を下したりした時に起こります。正しくない診断を下した医療専門家は、患者の生命を脅かし、莫大な損害を与えます。がんの診断を受けたのは、患者にとても大きなストレスになります。このようなストレスは、医療ミスによる法的論争が起きているときによりひどくなることがあります。がん診断が起こる理由は、お医者さんが1、患者の病気に関する報告を無視したとき、2、検査の結果をよく理解してないか、検査結果を集めて解析していない場合、3、がんを適切でない方法で治療しようとしたとき、例えば、化学療法、キモテラピー、放射線治療、レディエーション、または手術を適切にお勧めしない場合です。多くのほとんどの診断のケースは、患者ががんの判定を受けた後、それが適切でないより深刻な状態のための治療を受けることで、場合によっては健康な患者にがん判定を下し治療することもあります。これらのことは審査結果が混ぜられたとき、間違って解釈したときに起こることがあります。このような種類のがんに関する医療ミスは、必要のない費用、元に戻すことができない手術や肝臓的な混乱を起こします。フォートナー&シュアは、アメリカの法律や法律英語が不便なお客さんのために、韓国語、日本語、中国語、ベトナム語、スペイン語ができるパラリーガルたちと弁護士たちが皆さんのケースを直接受け取ります。もっと詳しくは、www.fortnandshua.com をご覧ください。ありがとうございます。